伝統以上に身を包んだヨムート族のトルクメン人、20世紀初頭本項目では、トルクメニスタンの文化について外説する。トルクメン人は伝統的に遊牧民として生活してきており、トルクメン人の近代化を図った者の,の成功を収めたとは言えない、ソビエト連邦が崩壊した今日においても同様である。実際、彼らは1930年代に、 ヨシフ・スターリンによって強制的にまとめ上げられるまで一度も、まとまった国家や民族集団を形成したことが、なかった。国家としてまとまる以前、トルクメン人はいくつかの部族に分かれており、それぞれの部族は独自の方言を話し、独自の民族衣装を着て生活していた。トルクメン人は、トルクメン絨毯を制作することで有名であるが、この絨毯は、西洋ではしばしば、 ブハラ絨毯と誤った名称で呼ばれる。トルクメン絨毯は色鮮やかで精巧な作りになっており、様々なトルクメニスタンの部族間の区別をつける際に非常に重宝する。トルクメン人はスンナ派を信仰する者が多いが、地方の遊牧民の多くはイスラム教の戒律を厳密には守らず、イスラム教以前の精霊信仰と合わせて信仰している。 トルクメン人は霊的なものを信じる傾向にあるが、それは決して攻撃的な宗教ではない。トルクメン人はいかなる場所においても、テルペクというアフロヘアを思わせる羊の毛皮を用いた大きな黒い帽子を伝統衣装として身につけており、これにより出身部族を見分けることができる。伝統的な衣装としては男性は毛が四方に飛び出した高い帽子をかぶり、 白いシャツの上に赤いローブ型のドンを着用する。女性は細身のズボンの上にワンピースに似た衣装の食いネクを身につけている。女性の髪飾りは通常銀の装飾品からなる。ブレスレットやブローチには半奇跡がはめ込まれている。首都の外では公用語である。トルクメン語は最も使用頻度の高い言語である。 足がバートでロシア語の会話ができないものを見かける機会は少ないがトルクメニスタンの伝統文化を復興させようという近年の試みによりトルクメン語は急速に国内における大一言語の地位を固めつつあるトルクメニスタン文学において有名な人物としては詩人のマフトムグルフラーギとメンメトエリケミネがいるトルクメニスタンの音楽はホラーサーンの音楽と非常に似ている ありがとうございます。